すぐに使う時が来るはずだ。継ぎはぎだらけだ。あらゆる手を使ってハデスから情報を得ようとしたのか。
今のは骨に来た。Thank you.
拾っておこう。結局こうしてバカみたいにサイレンスの後を追うなんて、あいつに騙されてハデスを盗まれたっていうのにな。絶滅を望むイカれた AI、 本当はあの場で壊しておくべきだった。そうすればまた振り回されずに済んだんだ。ガイアのバックアップを見つけたと確信してたけど、ほんのか。私が見つけた手がかりは全て空振り、バックアップは残らず消されてた。ハデスは何と言ったんだ。始めるか。こんな西の果てに乗らとくか。痕跡はトンネルに続いているな。この機械を使ってハデスを運んだようだ。これがハデスを閉じ込めたオーブか。あの扉、ファロの施設なのか、それとも…聞こえるか。システム共有検知。弱ってるわ。お前はアーロイ、私を破壊しに来たか。ああ、今度こそ完全に。こんな状態でもお前はガイアの脅威となるからな。ということは、お前はまだバックアップを得ていないのだ。ならばガイアは死んだ。地球も人間も破滅する。力は済まれたが私の勝ちだ。サイレンスは謎の信号についても聞いただろう。お前を起こしたあの信号は誰が送った？信号送信したのはマスターだ。それは誰なんだ？マスターは私を目覚めさせ、生命の破壊を命じた。なぜそんなことを？データエラー、メモリ構造の断絶確認。もういい、さっさと終わらせよう。このアーロイは未だにガイアを復活させ、地球の生命を救えると思っているのか？ああ、思っているさ。ならばお前は愚か者だ。
絶滅は不可避。お前に何がわかる。地球を2回破壊しようとして2回とも失敗しただろう。お前は自分自身を破壊するだけだ。細工された槍で助かることもできない。お前は間違っている。ハデスは三度生命を滅ぼしている。何？それは覚えてるのか。そうだ、そのデータは残っている。テラフォーミングの逆転の実行時期は2154、2161、2168。でもそれは数世紀前だろ。元々の役割だ。今の生物圏はバージョン5、バージョン6はありえない。そんなものいらない。この世界を救う。マスターオーバーライド操作。名前と階級を入力して起動。エリザベト・ソベヒク、アルファプライム。マスターオーバーライド起動。絶滅プロトコルを消去しました。ハデスを葬ったか。ああ、今度こそ完全に死んだんだな。そうだ、私を信じ、信じる。ああ、信じろ。ハデスの知識を抽出するというお前にできることを成し得た私を。今回はハデスを破壊させてやった。信じてくれていい。また姿を見せずホログラムか。私に刺されるとでも。これには理由が。前と同じスパイウェアか。ということは私の呼びかけも聞こえてたってわけだ。でも私を監視するために無視した。お前を中心に動く期間が終わっただけだ。私は忙しくてな。この星の運命のため長期間に及ぶ入念なリサーチを行わなければならなかった。そうか、お前も世界を救いたいのか。その通り。そしてお前と違って私は結果を生み出している。ガイアのバックアップは見つけたのか。そうだな、見つけはした。どこだ。ここだ。だからお前をここに残した。この扉の向こうにある古の施設でハデスの絶滅プロトコルは完成したのだ。数百回にわたるテストでは毎回ガイアのバックアップが使われた。ハデスから聞いたのか。吐かせるのに手こずったが、なんとかな。で、この半年間探し続けたものを得る気はあるか。それともそこで口を開けて突っ立っているか。よし、中に入ってバックアップを探してみる。だが覚えておけ、これもお前の策略だったら。ここは遺伝子でロックされている。この扉はお前にしか開けることができないのだ。罠など仕掛けられんよ。今度私を騙してみろ。次こそ生身のお前に出てきてもらうぞ。口を開く前にこの槍が突き刺さるかもしれないが。アーロイ、私のおかげでお前がこの半年間必死に探し回っても見つけられなかったものが手に入ろうとしているのだぞ。ノラの異端児として育ったお前に礼には期待しないが、多少思い巡らせば私に礼を言って叱るべきと思うがね。遺伝子データ認識。
冗談だろ、うん、これはついてるな。ついてる？扉が開かっ